海道キャンプ場海域、私ヤンヤン道内各地でキャンプを楽しんでおります。宿泊したキャンプ場の情報を載せていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、今回のキャンプ場は、私が大好きな無料キャンプ場でのキャンプでございます。そこまでね、決まりの厳しいキャンプ場ではないので、キャンパーとしてのマナーモラルを守って利用していただきたいなと思うキャンプ場でございます。本日のキャンプ地はこちら。到着。I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send 'cause I don't know you. このサンド色がヤンヤンエクスカーションティピー1ですね。このカーキ群幕色がカズヤエクスカーションティピー2になります。今日の調理&談笑スペースがこちら。タープはめんどくさくて張らないんですが、違う星を見るためだよ。そうなんです今日は芦別なのでね、星が綺麗なのでタープはあえて張らないスタイルで、まあ面倒くさいんだけどあ、こっちを見るためだからね。ここにテーブル2つと真ん中に焚き火。そして今日はね、和也くんが持参しました、ダブルバーナー。そしてそのテーブルが調理スペースとなっております。ありがとうございますこんな整った状態1年に1回あるかないかレスパーティーだー。映えてる。ピーアルコールと。いや、全然うまい。普通にビール。うん。やっぱライム入れると風味変わってうまい。フレッシュ。あー、飲みやすい。本当なんかすっきりしてるよね。ビアルコールいい。お酒弱い人もいいし、酒好きの俺らも美味しいね。なんか今これ清涼飲料水だから、うん、お酒提供できなくてもこれだけ提供してる店多い。あ、そうなんだ。さすが酒飲みだねちゃんと分かってる、そういうとこ。めっちゃ買い物してくれる、うん、酔いそう。いい映像が撮れてますか？うん、女性層上げるぞ。サトシもね、うちの姉貴が好きだから。お姉さん見てる？お母さんも好きや。俺の妹とサトシュン結婚させようとしてる。自分の子供にしようとしてる。そこの兄弟関係見てみたいけど。サトシュン弟か。お兄ちゃんになるんじゃない。サトシュンでかいからもう体型的にはもうトグロ兄弟でしょ。ちょっと髪型トグロ兄っぽいしね。今。刺身。うめえ。じゃこれ二つに割れるかい。ああ、半分にする。なんかあ、斧ならあるけど。あ、斧でいける。で、斧。あ。しゅうちゃん、こっちだ、西日をバックに。とりあえず今年に道具を与えとけば、人間以上の働きをしてくれる。人間の知性を与えたら何か。いい家だ。おお、すげえな。すげえな。うい。もう昇格して今日からおの手の猛漢です。いや、もう昇格してねえ。むしろ降格してる。王子から大佐だもん。使える側になっちゃう。そう。出た。出た。あ。山じゃなくて。おお。やっぱ地形の材でもいけんだね。材。材は。材は薪割り48点。対面材。割と今回前期に時間かかった。お前ら人のことなんだと思って。女性視聴者がね、増えないとかね、二度と言わないでほしい。今いい状態だね。あ、すごい。もう売ってるやつ。売ってるやつ。すごい。こちら闇沢のだるま屋商店の油揚げです。なんか普通のスーパーで売ってる油揚げだとちょっと甘みあるんですけど、これは全然甘みのないほんと大豆って感じの油揚げになってます。すげえな。でかいよね。安い油揚げみたいな。まさかの油揚げかぶり。ゴールデンカムイモデル。おお、杉本に来たか。基本的に近代で酒飲みだからさ、うん、酒飲みとキャンプしたら間違いないよね。酒進むよ。あれだね、ファーストコンタクトの2人に食ってほしいね、うん、じゃあネギは包んで、うん、うまそうだ。包んで食べてもらおうかな。マジかよ、うまそうだな。いやもう、うん、ああ、いいの知ってんな。食べてきた揚げと違うし。違う、いいの知ってんな。豆腐そうだを残しつつ豆腐感強い。うん、うわ、うめえじゃんこれ。だるま屋。そう、天狗まんじゅうの向かい。ああ、うわ、これうまっ。一気食い。一気食い、うまっ。高くんも、こっちも高さい、うん。ありのままを言おう、俺は。いいんだ。私はもうありのままだから。そうだよ。俺は忖度とか一切ないからね、これ。山で食ったカップラーメン普通だった。そうだろ。こんぐらい信じられる人いないから。美味しいんじゃないの？いただきます。うまっ。別のものだね。あの今までの油揚げとは。これ油揚げ？そう。本当だ。あ、すごいねこれ。すごいね。うまいよね。やば。油揚げって単体で食えたんだと思うよね。俺ちっちゃい時からおかずで出てきちゃう。あ、そう。いいもん食ってんな。これ食って育ったらこれが油揚げだと思っちゃうよ。確かにトゥルーだね。うまいね。多分塩だれみたいなのかね。うまいね。こんなことやったら一品目とかの概念なくなっちゃう。まあいいや。うちの動画はね、リとかリンとか。よく言えばもうコロナもう一回いっちゃおうかな。あ、プリプリ。いや、ここいいわ。俺毎週ここでもいい。あ、その調味料王子。また王子に名車。こちらザ・ウルトラうまみスパイス。イエー。これあんまり売ってないと思うんですけどね。あ、そうなの。そう。これでも1店舗くらいしか見たことないですね。どこで買ったの？これ4プラのロブっていう店ですね。でもそこの店長から美容室にも置きませんかって。うちで仕入れること可能になった。調味料置いてる美容室見たことない。あのウルトラって何に使うんですか？あれ肉とかにかける。え？頭皮にいいんですか？コーヒーかけたらダメだ。あ、色がもうね、イタリアンだね。そう。これ厳しいです。もやしな。もやしな。あ、うまい。さよなら、天さん。さすがに。ラッパの背中にピトじゃないんだよ。地面にボトだ。Stay by my side.